読みで言えばすごく簡単なので、本当に年齢層が広いと思うんですよね。なので小さい子から大人まで弾けるんですけども、皆さんの今の年齢で表現できる一番のこうモーツァルトのそういうピュアでキラキラした部分を演奏で表現していただけたらなって思います。みんなで作るんだっていうのを少し意識していただいて、で、まあ、自分のこう弾きたいっていう主張もいっぱいしていただいて、みんなで作り上げていきたいと思うので、一緒に頑張りましょう。